こんにちは。さすが。いい視点ですよね。あの、因果の法則ってのがあるんですよね。どんな行動にも必ず原因となるものがあって、原因がないのに結果が生まれないってことらしいんですよね。そこには相対関係と因果関係があるっていうことを言われたりとかね、するわけなんですけども、まあ、今回もそもそもなんでこんなことになったかっていうと、まあ、適当なね、チャランポランな仕事をしてる人が行政の中にいて、 それこそ一個人に4,630万円振り込むタイミングなんてないわけなんですよ。日常三安置じゃないわけなんですよね。そしたら一人の人に4,630万円振り込むことがいかに異常かってことを認知しながら作業しているはずなんですよ。なのにその行動したってことはこれは意図的にやってるというふうに追求されても仕方がないこととその責任をね、この田口翔さんに押し付けようとしている町の体制とか それから報道の体制っていうのは、まあ大いに私はね、少数派でありながら、アホかと、くずめと思いますね。こういったもの。確かに数字が取れるんでしょうけど、こういうことをやればね。で、あれでしょオンラインカジノに使ったってことを強調するわけでしょで、まさにその吉田さんが言われたように、このお金をね、なんか被災者救済のために使ったとか、それとかね、あの、渋谷の暴走事故、え、飯塚構造事件の、 遺族の方に寄付しましたってことだったら、どういう風に扱ったのかってことなんですよ。で、こういうことを言う方がいましたよね。あのマスコミは数字が取れるからあ、カジノがどうとか、この24歳はどうなんだ、みたいなことを叩きに行くけども、さあ果たして、マスコミは数字が取れるから汚いのかなってことを考えると、ここにもね、因果の法則があって、そもそも視聴者がこの24歳の若者をネットカジノで、 お金をなくしたっていうことをね、叩きたいというふうな心理に目をつけて、そういう報道姿勢になってるわけですよ。つまりは、これは視聴者が生んだ報道であり、で、報道が生んだ犯人像であると言えますよね。で、そもそもこういった若者がなんで育ってしまったのか、家庭環境なのか、何なのかってことがありますけども、明らかに将来が見通せないこの世の中とかね。で、住民税非課税世帯の方が今回、 田口翔さんという方だったわけなんですけども24歳で住民税非課税世帯ってこんなねその社会に出たスタートラインからこの未来ある若者に住民税すすらら払えななないいいよような暮らしをさせているこの日本という国は何なんだと思いますよそれはねいわゆる家があって保険に入っていて3度3度飯が食えてで来月の支払いにもとそんなに心配がなくってね。 昼のかからあれれででしょワイドショーを見れるよようなな人には分かんないですよこんな人の気持ちどこまで惨めな思いをしてね悔しくってチャンスがなくて自暴自棄になって積極的に犯罪を犯したわけではないんだけども結局今回も逮捕されて人生をこれで終わらせられるわけですよそれこそ4,630万円がそれほどまでに罪深いっていうんだったら今回の予備費12兆円のうち11兆円が使途不明になっているところはなぜ毎日報道しないのかなとかね ガーシーチャンネルで綾野剛が17歳の女の子を酒を飲ましたあげくその淫行したみたいなねレイプをしたみたいな事件がなんで報道されないのかとかね山口メンバーと同じじゃねえかみたいな感じなんですよあとは京都白バイ事故ね何の罪もない一般市民のバスの運転手さんに罪を着せて1年半も懲役に送り込んでで保険金詐欺を成功させた高知県警まあ揃いも揃ってクズなわけですよ まあだからね、世間は知れば知るほど、まあ、鬱になるというかねそれに染まっちゃうんで、まあ、誰とも関わらない方がいいですねとにかく人と関わってなんかいいことがあるってことはめったにないわけですよ、うん、それこそね人間をあんまり当てにせずに世間をあんまり当てにせずに、まあ、自分の内側と勝負していった方がいいのかなってところにたどり着いてしまうわけなんですけどもただ救いなのはねこうやって毎日毎日 YouTube で放送していると その全員しか集まんないんですよ。それはなんかすごくいいことだなと思いますね。不思議なことにね、いや、これ極端に言ったら、リアルでは、うん、なんか、会ってきた人別れてきたのに、YouTube を通じて知り合った人は縁が切れないっていうかね。まあ、こちらから縁を強く持とうと思ってるわけではないんですけども、なんか本当に、私の放送が気に入る人が残ってくれるっていうのかな。こんな自分勝手なこと言ってる少数派なんですけども、 共有できるものがあるなと思ったらね。ちょっとありがたいですね。まあ、もちろん全部が全部一致してなくてもいいと思いますし、違う意見に出会うからこそ自分の考えも変わっていけるのかなという学びの場にもなりますから、違った意見大歓迎なんですけどね。それに自分の考えもね、ひょっとしたら明日変わるかもしれないですね。わかんないですよね。うん。まあそんな感じで今回は因果関係の因ということでお送りしましたけども、果たして、 人間の考え方、この24歳の田口翔さんの考え方は家庭の責任なんでしょうか義務教育のせいでこうなったんじゃないですかそれともその町役場町に住んでる人はそういうふうになる傾向があったんでしょうかそもそも日本に住んでるとこういう人間をある程度産むっていうことはありえるんじゃないかなと思えば自分が持ってる善意をみんな持ってるだろうっていうふうに期待するつまりは 常識的に考えてオンラインカジノで使うなんてありえないだろうみたいな偏った意見っていうのが大多数を占めているっていうのは非常にねこの先の因果を照らすんではないかなと思いますね。言って